どうもジョジョベーカリーです。皆さんパン作りでいろいろアイテム使いますよね。いっぱい買いますよね。中には消費してなくなっちゃうものもあってお金たくさんかかりますよね。でももしそれらを最大限に抑えて節約できるアイテムがあったらどうでしょう。その浮いたお金でハーゲンダッツを買ってプチ贅沢できちゃいます。ということで今回は超節約パン作り神アイテム3選を紹介します。ここ最近は物価も上がって以前よりもパン作りにかかるコストが増えてしまったと思います。皆さんもパン作りするならできるだけ節約できた方が嬉しいですよね。今回はボールやミキサーとかそういう道具ではなくラップ、クッキングシートに絞ります。なぜならパン作りで一番消費するアイテムといえばそうラップ、クッキングシートですよね。皆さんはラップ、クッキングシートを毎回買っているでしょうか。そしてそれを毎回捨ててたりしましたかね。もしこれから買わなくていいってなったら生涯を通して節約できそうですよね。ラップに関してはちょっとしか使っていないのに捨てざるを得なかったり軽量でも使ったりするので1回のパン作りでも結構消費しますよね。クッキングシートだって毎回使ってたらすぐになくなってしまいますし食パンの型に入れるシートも毎回作るのって面倒ですよね。パン作りは長く続けられる趣味だと思います。いくら安いラップやクッキングシートを買ってもこれから買い続けるとなると塵も積もれば山になります。僕もラップやクッキングシートをちょっと使っただけなのに捨てなきゃいけないって思った時これどうにかならないのかなって思ったりやっぱりもったいないなって思うんですよね。あとは発酵中にゆっくりしたいのに型に敷くシートを毎回作らなきゃいけないのってちょっとの時間でも嫌だったんですよね。皆さんもパン作りやるなら今日紹介するアイテムを持っていないと歯磨きのたびに歯ブラシを買うくらいもったいないです。本当ならもっと節約できたり時間を生み出すことができているはずです。なので今日話すアイテムを持っていれば何回も使っていたラップ、クッキングシートを買わなくても良くなります。シンプルに節約にもなりますし時短にもなるのでパン作りがより快適になります。ちなみに今日紹介するアイテムを使って作れるパンのレシピも無料配布しているので今のうちに概要欄一番上の LINE からお受け取りください。あとはこれからもパン作り節約したいよという方は今のうちにチャンネル登録もしておくといいと思います。今回紹介するのはクッキングシートが2つとラップの代わりになるものが1つです。では早速超節約アイテムクッキングシート部門1つ目、その名も汁パン。汁パンって何ですか。汁パンというのは食べると中からじゅわっとうまい汁が出てくるパンです。そんなパン作ってみたいですね。汁パンはシリコンコーティングされたオーブン用のマットのことを言います。これを持っていればもうクッキングシートを買う必要はなくなります。通常クッキングシートなら年に5本くらいは使えます。でも汁パンを使えばそれがゼロになるので年間で1000円以上は節約できます。クッキングシートっていつ終わりが来るか分かりづらいですよね。急に来ますよね。スカーって天板の半分しか埋められない微妙な長さ、もう少しでなくなるけど寂しくならないでねってもっと早く言ってよ。こんな悔しい気持ちとはもうおさらばです。もう天板に合わせて毎回クッキングシートを切る必要がなくなります。しかも汁パンは耐久性もバッチリですし何回でも洗って使うことができます。経済的にもいいのです。さらにいいところが3つあります。1つ目、焼きムラがなくなる。汁パンを天板に敷くと簡単に言うとですよ、天板との間にわずかに隙間ができるようなイメージです。なので均一に火が通りやすいのです。2つ目、余分な油水分を落としてくれる。クロワッサンやデニッシュなどのパイ系生地の時折り込んだバターが染み出て生地のサクサク感が軽減されたこととかありませんか。あるいは流れ出たバターのせいでこの方が焼けてなかったり、先ほども話した通り天板との間に隙間があるイメージなのでクロワッサンやデニッシュなどは流れ出たバターに底面が触れないのでサクッと仕上げることができます。他にも水分が多いパンの場合同様に生焼けやベチャっとした仕上がりを防止することもできます。いいところ3つ目、焦げの防止。汁パンを敷くと下からの熱を軽減させることができます。つまり下面の焦げを防止できるのです。そうそう、私の家のオーブン下が妙に焦げるのよねって方にはおすすめです。パンは基本オーブンの下段で焼くのですがオーブンによっては下からの火が強すぎて下だけ焦げちゃうってことがあります。
ます。中段で焼いてみたら今度は上が焦げましたってなってしまうこともありえます。シルパンは天板との間に隙間があるイメージと言っていましたよね。なので下からの熱を軽減して焦げを防止することができます。クロワッサン焼いた時に溶け出たバターのせいで焦げてしまったという場合でもシルパンを使えば改善できます。以上シルパンのいいところを話した上でシルパンを使うのにおすすめなパンとおすすめしないパンがあるのでそれぞれ話していきます。まずはおすすめなパンとしては先ほども話した通りクロワッサン、デニッシュなどの背景ですね。あとはピザなどの具材を上に乗せて焼くパンです。具材の重みと水分で生地がベチャッとなってしまう可能性もありますからね。余計な水分で生焼けになる心配もなくシルパンとの相性がいいのです。逆にシルパンを使うことをおすすめしないパンもあります。まずはバケットなどのハード系のパンは下からの熱が重要になります。なので下からの熱を軽減してしまうシルパンとの相性が良くないのです。他におすすめしないパンは塩パンです。皆さん塩パン作った後って裏面見ますよね。じゅわっとバターが染みていてカリッとしてそう。バターのいい香りもしてなんと美しい。僕も3時間とか余裕でね見てられます。もうねあれは美術館で飾るべきです。すいません話がそれました。塩パンは溶け出たバターがパンに染みてるのが美味しいのでシルパンを敷いて焼くと美術館では到底置けるような裏面にはならないのです。バターでひたひたになったシルパンを洗うのも大変ですからね。溶け出たバターを回収してつけパンとして楽しむ塩パンオタクプレイヤー以外はおすすめしません。以上のようにシルパンについて話したもののほとんどのパンで問題なく使えるので1枚持っておくと非常に便利ですしやはり節約になります。ちなみに色は汚れが目立ちにくい黒が圧倒的におすすめです。超節約アイテムクッキングシート部門2つ目は繰り返し使えるクッキングシートです。またクッキングシートですか。シルパンあればこと足りませんとね。クッキングシートはもうお腹いっぱいかもしれないんですけど繰り返し使えるクッキングシートはシルパンではできない切って折り曲げるということができます。ちなみに繰り返し使えるクッキングシートというのは厚みが使い捨てのクッキングシートと同じものを言っています。切って折り曲げられるので例えば型に敷くシートを1回作ってしまえばずっと使えてしまうのです。パンとか型を使ってパンを焼くときに毎回型に敷くシートを作るのって面倒って思いませんか。僕も毎回作ってワクワクって元気に言えなくなるくらい型のシートを毎回作ってました。型にバター塗ればシートは必要ないんですけど洗い物も増えますしバターを常温に戻しておくこと忘れちゃうことありません。繰り返し使えるクッキングシートを使って一つ作っておけばあとは型にしまい込むだけです。もう靴下履くのとさほど変わらない簡単さです。その他にはベーグル用に小さく切ったものだったりシンプルに切らずにオーブンシートとしても使うことができます。何回もクッキングシートを捨てる必要がなくなるのでトータルで見て節約することができます。何枚かセットで売られているものが多いのでぜひ好きな形に切って作ってワクワクしてください。ちなみに100円ショップで売っているという情報もあります。僕はまだ見つけられてないのでもし見つけた方はぜひコメントで教えてください。3つ目に紹介する超節約アイテムはラップ部門キャンバス地です。帆布やパンマットと呼ばれる厚めの布です。パン作りでラップ使う場面多いですよね。1次発酵ベンチタイム2次発酵1回のパン作りでも消費が激しいアイテムだと思います。多く使うアイテムだからこそ何回でも使えるってなったら節約できて嬉しいですよね。そんな時に役立つのがキャンバス地です。シンプルにラップの代わりとして使うことができます。ラップだと普通1次発酵2次発酵ベンチタイムでも使えば1回で1メートル以上使うのがキャンバス地だとゼロです。軽量と焼き上がったパンを包む時くらいにしかラップを使わなくなります。もうラップくんとは久々に会った地元の友達くらい気まずくなっちゃいますね。しかもラップより優れている点があります。それがパン生地がくっつきにくいというところです。キャンバス地の表面には細かな凹
凹凸があるので余分な打ち粉をしなくてもパン生地がくっつきにくくなっています。皆さんもベンチタイム二次発酵の時にラップが生地にくっついて大変な思いしたこととかありませんか？せっかく溜めたガスが抜けながらラップを剥がさなきゃいけない状況ほど精神的に来るものはありません。そんな時にキャンバス地を使えばもうくっつく心配はありません。ベタつく生地の成形もキャンバス地に当ててから行えば適度に水分が飛んで楽に行えます。また水分が多いパンはキャンバス地の上で直接扱うこともできます。他には布取りという柔らかい生地の形を保ったまま発酵させる時にも使えます。キャンバス地を持っておくとラップを使う機会を圧倒的に減らすことができます。その分ゴミも減りますし節約にもなるのでおすすめです。使う際の注意点としてはラップのように密閉がしづらく生地との隙間が空いてしまうので乾燥しないように濡れ布巾とセットで使うのがいいです。番外編としてこれはあまりおすすめできないなというものが一つあって、それが100円ショップの繰り返し使えるラップですね。何回でも使えるのはいいんですけど密閉感があまりないのとサイズが小さいので使える場面が結構少ないんですよね。なのでもっと大きくて薄いものだと使いやすいのかなと思いましたね。今回3つの神アイテムを紹介したんですけど、実際に今日紹介したアイテムを使ってパン作りができるようにレシピの一覧を無料でプレゼントしています。このレシピを見ていただくと自宅でも食べても太らない低糖質で美味しいパンを作ることができます。欲しい方は概要欄一番上の LINE より今のうちに受け取ってください。今回3つの超節約アイテムを紹介しました。汁パン、繰り返し使えるクッキングシート、キャンバス地でしたね。汁パンと繰り返し使えるクッキングシートを持っていれば毎回シートを買ったり準備する必要がなくなるので時短かつ節約になります。キャンバス地も一つ持っておけばラップの代わりに使えますよということでしたね。実際に購入する際はご自身の天板やボールの大きさを確認してくださいね。僕は今回紹介したアイテムを使ってからパン作りがより快適になりました。クッキングシートを毎回切る作業だったりラップがぐしゃっと流って剥がす作業とか小さな作業がなくなったのは買ってよかったなって思いましたね。特に蓋に合わせたシートを作っておいたのが楽すぎて発酵中に他の時間に当てられるようになったのがすごく嬉しかったですね。パン作りって空き時間に好きなことをできるっていうのがいいところなので、その時間が削られてしまうのってなんだか嫌だったんですよね。でも今日紹介したのを使うことで少しでも空き時間を生み出してくれたのは僕の中では大きかったですね。大好きなパン作りをこれからも快適にしていきたいと思っています。皆さんもこれからパン作り楽しんでいきましょうね。今後も節約だったり時短につながるようなアイテムがあったら紹介していきますので、今のうちにチャンネル登録もしてもらえればと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン押してくれるとすごく嬉しいです。あとは皆さんのおすすめのアイテムとかあればコメント欄でじゃんじゃん教えてください。本日もありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイキー。